マスギシズエは日本の小説家。教職を務める父と住職の娘である母との間にできた死生児として福井県稲郡原関村に生まれる。父が台湾の宮司になったため3歳から台湾で過ごす。1911年に一旦日本に戻ったが、再び台湾に戻り、台中の看護婦養成所を卒業して1916年から看護婦として、 対中病院に勤める。対中高等女学校中退。1917年、17歳で対中駅女役と結婚。相手は13歳年上で内縁の妻がいた。1921年に離婚し、大阪の祖父母の下で暮らす。タイピスト、事務員を経て、1925年に大阪毎日新聞の記者となる。その頃、 正岡オカの愛人となって、真珠を図るも未遂に終わる。後、武者の工事さねやつと知り合って、1927年に、その愛人となる。武者の工事の指導で、小説家を志し、1927年に、武者の工事が主催する、大長は8月号で、駅長の若き妻を発表した後、武者の工事や中村治兵との恋愛をもとにした、諸女作、 小魚の心を発表。長谷川しぐれの女人芸術に参加。武者の工事が当時開業した神田猿和歌町の美術展、ひなた堂を手伝いながら文芸雑誌に作品を発表し続ける。武者の工事と別れた後、中村慈平や菊池博士などと恋愛する。1939年に中村と共に18年ぶりに台湾を訪れ、台南に住む家族と、 久しぶりの再会を果たす。1941年には、長谷川しぐれ、延地文子らと中国、関東へ、日本軍の慰門にも出向いている。1942年に中山義秀と結婚したが、1946年に離婚。この間、中国戦地の慰門団に参加して、陸軍中尉の佐藤健良と恋愛する。戦後は、娯楽月刊誌。 鏡を観光したが3号で拝館。また、読売新聞で、身の上相談を担当し、被爆少女の強護に尽くした。1953年に投しエリザベス2世の戴冠式と、国際ペンクラブ大会にそれぞれ出席する。晩年はがんに苦しみ、死の直前に、キリスト教の洗礼を受けた。1955年6月29日、肺がんのため、 東京大学医学部附属病院小石川分院で死去。通夜の席には、かつての夫、中山義秀が参列している。少年は1905年説もあり。墓地は、北鎌倉の統計寺にある。ABCDEFGH i 植民地を語る、苦痛と、快楽台湾と日本の狭間における、増木静江のアイデンティティ系成理分なす。日本台湾学会、岩井博司。 作家の臨終、ボヒジ二百298ページ。ありがとうございます。